レスタースクウェアワーナービレッジシネマズはイギリスに本部を置いていたシネマコンプレックスチェーンである。1996年イギリスにワーナーブラザースインターナショナルシネマズとビレッジロードショーオーストラリアの合弁会社として設立された。最も注目に値する同社の劇場はロンドンのレスタースクウェアにあった。同劇場は親会社のワーナー映画の風切りにのみ使用される。 シネマコンプレックスだった。この劇場は四角と音響という二つの浮き彫り彫刻を特徴としており、この彫刻はエドワード・ベーンブリッジ・カップネイルによって制作されたものであった。2003年5月、イギリスでは SBC インターナショナル・シネマズに買収され、2004年3月には全館がビューに解消された。2009年にはベネトンに買収され、メディアセットと合併し、 メデューサシネマと統合されスペースシネマとなった。一時期、ワーナービレッジシネマズは、ロンドンウィークエンドテレビ天気予報のスポンサーだった。イタリアは、現在も運営されているうちの一つである。特筆すべきは、ワーナーブラザースインターナショナルシネマズ、ビレッジロードショーオーストラリアに、イタリア国内の共同事業者として、フォーカス SRL を加えた3社の合弁事業だということである。 台湾でも運営をしており、ワーナービレッジセンターという映画館とショッピングセンターの複合施設を開業している。ありがとうございます。